皆さんにおすすめしたいことを聞いていこうと思います、はい、ではりんちゃんから何か皆さんにおすすめしたいことありますか、うん、私のおすすめは酵素浴です。酵素浴最近してるんですか？最近ハマって、はいはいはい、なんかぬか漬けに入る感じなんですけど、なんかもう土みたいな、匂いもぬか漬けで首から上だけ出てるみたいな、そう顔だけ出てて、はい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 、なんか20分入ったら、うん、2時間半のランニングぐらい汗がかくらしくて、すごい、めっちゃすっきりするんでおすすめです、それはね、めっちゃデトックスされて、そうめっちゃ軽くなりそうですよね、めっちゃ気持ちいい、なるほど、おすすめ、はい、それがりんちゃんのはい、はい、はい、ではみずきちゃん、はい、どうでしょう、私のおすすめしたい、ものは、はい、岩盤浴です。岩盤浴、ちょっとかぶっちゃうんです。かぶっちゃいましたね。かぶってきましたね。はい、岩盤浴はどれぐらい行ってるんですか？はい、岩盤浴も週3ぐらいで行ってます。週3、はい、あ、結構でも週3だったらね、週のまあ半分ぐらい、うん、結構行ってますね。だいぶ行ってます結構。逆にあれですか、行かなくなるともうなんかこう毒素溜まってるみたいな。あ、そうです、なんかすっきりしたいな、なります。やっぱ行ってるとね、そうなりません？酵素浴行かなくなるとなんか、あーでも2週に1度ぐらい、あ、2週に、でも2週に1度でもね、それだけ行ってくるとすっきりしたくなるかも、ね、岩盤浴もじゃあそうですよね、すごいおすすめ、はい、岩盤浴おすすめということで、はい、ではしずはちゃん、私は朝一のラジオ体操がめちゃくちゃおすすめです。朝一のラジオ体操、ラジオ体操が全然的に肩回りとか腰回りって、はい、こう意図して動かすことあんまり生活の中でないので、うん、確かに、なんか一日体軽くなります、ね。あ、そうなんですね。そんな効果がある。すごい。ちゃんと回しますもんね、こうやって。回しますね。こんな回るんだって思います。あ、久々にやると。確かになんかやると結構ね、いいかもしれないですね。はい、ではうららちゃん。はい、私がおすすめしたいのは LP レコードです。お、めっちゃレコード、なんかまあ今の音楽もあるし昔のもあるし、すごい幅がめっちゃ広くて、だいたい黒のイメージじゃないですか、色って。あ、はいはい、だけどすごいカラーレコードって言ってピンクとか薄緑とかめっちゃ可愛くて、カラーで来るとめっちゃテンション上がります。ですよね、はい、なんかインテリアとして置いてもめっちゃ可愛い、おしゃれですよね。私のうん、おすすめしたいことは、はい、ラブホテル予約サイトカップルズです。さすがラブホテル検索予約サイトのカップルズでは、ラブホテルのアカデミー賞カップルズホテルアワード2024の結果が発表されました。ホテル利用者の投票で選ばれた全国のおすすめ有料ラブホテルが紹介されているので、ぜひホテル探しの参考にしてみてください。詳しくはカップルズで検索してみてください。